ヨーグルト食べようと思って。食べなかったですね。はい、おみっち、僕です。千葉ジェッツ8番の大宮秀政です。皆さんこんにちは。今日はですね、8月20日なんと千葉ジェッツ清水に合宿に来てます。すごいです。それもありまして、みんな普段見れない選手のあんなことやこんなことやこんなことしっかり撮影 していきたいと思いますのでね。今日は皆さん楽しみにしててください。よろしく。かっこいい。からの、溶かしていきましたね。そう、一発目の溶かし選手の撮影いきましたよ。終わっちゃったよ。今年ちょっとウェイト頑張ってるみたいで筋肉ムキムキですね。はい、ありがとうございます。そう。あれ、でもよく見たら髪型が全然違うじゃない。違う。違う。長い。長い。短い。短い。短い。そう。いつも前髪欲しかったんだけど。はい。あ、そういうことで、最近ね。ちょっと久しぶりにね。じゃあちょっとどうでもいい一言お願いしていいですか。どうでもいい一言。はい。ありがとうございます。今日はさ、ヨーグルト食べようと思って。食べなかったです。皆さんこんにちは。オミカメラ。オミカメラです。うん。あ、でも池内社長に頼みました。後ろに田村社長が GM でした。見てください、今日の池内 GM のおしゃれですね。おしゃれの商品です。田村社長、これは何ですか。社長ありがとうございます。ありがとうございます。オーミーカメラ、はい、わざわざあの合宿のご足労ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです、はい、昨日のお肉は美味しかったですか。食べてないんですよ。ありがとうございました。ご参加いえいえ、また行きましょう。この同じアングルからゲート行くとギャビーがまず、皆さんこんにちは。しっかりマスクね、つけて着用で素晴らしいですね、はい、ちょっと外してみてください。ちょっと今日もお茶目だね。はい、今ね、ガジュマルトレーナーの部屋来ました。寝てるみたいなんでね、ちょっと様子を伺ってみましょう。ぐっすり寝てるな。疲れてるからな。起こされてください、ちょっと。ごめん。どういう寝方。すごいバランスのいいなんかランチですね。このランチを食べるのはそう僕です。俺な、谷口選手、田口だよ。田口です。一発ギャグください。いつものちょうだい、ほら。3文字のやつ。おい。それ一発ギャグじゃないから。あれ一発ギャグじゃないの。ギャグじゃないよ。1、2、3、おいさ。ギャグじゃないでしょ。え、今なんて。1、2、3、おいさ。おい、なんだ。ありがとうございました。シゲのトレーニングに付き合ってあげてる優しいヘッドコーチの小野敦でした。逆逆アツさんのトレーニングに付き合ってあげてる田口ゲームです。毎日ですよ、ほぼ毎日やりたくない。やりたいですさっきでも付き合ってあげてるって言ってましたよ。いや、ちょっと語弊があります。どれがあったもう満足してないの。成長ないね。あります。かわいいですね。
OK、スーパーハンドリングちょうだい。スーパーハンドルちょうだい。大敗だめ。バッチリよ。これはあの近江カメラってやつで、あ、近江か、うん、回ってるやつですか。そう、回ってるやつ。そう、動画撮ってるところですよ。じゃあいつもの一発ギャグお願いします。パークさん、めちゃくちゃなんかはスペシャル。キューブあげます。オミッチです。フジッチです。ダルマッチです。パークッチでしょ。パクチ。パクチで。パクチです。どう、あのジェッツ来て。最初の方めちゃめちゃ緊張してたんですけど。うん、そう見えなかったよ。え、マジっすか。うん、でも初日に近江ちゃんに、うん、初対面でおい佐藤って言われてから、うん、あ、こういう感じかと思って。そうそうそう。一瞬で、うん、ほぐれた。はい。あ、折れた。折れた。じゃほぐれた。ほぐれた。ほぐれた。あ、ほぐれました。でも本当想像してたのと全然違う。何を想像してたの？どんなの想像してたの？結構なんかやっぱ、あ、女と違う？いや違いますよ。怖いとか？違う。え？え？あの優しいヘッドコーチのこと怖いと思ったの？いや、思ってないです。そういうの良くないよね。やっぱ偏見だよね。もう良くない。タクも良くないよ。いや、小野さん優しいよ。いや、分かった。あの、千葉ジェッツっていうチーム、アキ最近どう？なんで？最近まあ、ね、みんなとね、楽しくやってますね。特にタクマンが入ってきて、うん、後輩なんで、うん、毎日ちょっと楽しく過ごさせてもらって、射程感出てるでしょ、射程感。まあ、そうですね。これパチンとこれライダーサイン書いてもらいましょう。タクマ行くぞ。オミカメラでシゲさんでサイン書いてほしいんだけどさ。いい、じゃあオミカメラです。そんなに来なかった？そんな来なかった。やるならちゃんとやってもらってほしい。そんな来なかったね。ごめんね。おい、オッケー。本当に来てほしかった。でも来ないんで、そんなに。それ弱いっつってた、みんな。はい。ヨネ。いや、大丈夫。大丈夫。